皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくご読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方は、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和3年1月11日月曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。今日はね、成人の日ですよね、日本全国ね。なので、今年ね、成人になられる方、二十歳になられる方、去年二十歳とかね、今年二十歳になられる方、誠におめでとうございます。まあ、コロナの影響でね、なかなか成人式を中止にしてしまったり、簡素化してしまったりね、してですね、せっかくの成人式にね、思い存分お祝いしてあげることがね、できなくなってしまいまして、本当に私たち大人からすればですね、まあ申し訳ないなって、一生に一回の成人式なのにね、立派に、式をね、あげてあげることができなくて、本当に申し訳ないなって、反省しております。まあこれはね、まあどこかで、またもう一回ね、立派な成人式を挙げられるようにしたいなって、まあ一応大人からね、見て考えております。まあ今日はね、空気が乾燥してます。千葉県松戸市はよく晴れてるんですよね。ほんで、まあ雨も降ってなければ雪も降ってなくて、まあ、普通の冬って感じなんですが、まあ、空気がねすごく乾燥しててですね、喉がねカラカラで咳がすごく出ますね。でまあコロナもね変異種が出てるんでしょうかね、感染拡大が止まらなくてですね、千葉県松戸市もまあ大体1日平均30人ぐらいですね、千葉県じゃなくて松戸市だけで1日30人ぐらいの、新規感染者が出てましてね、松戸市も医療崩壊してますね、もうね。はい。ただ、まあ日本全国ね、まあ子供から大人までですね、四六時中、まあ外出の時とかね、四六時中マスクしてるじゃないですか。だから、風邪もひかなければ、インフルエンザにもならなければ、まあ、いろんなね、害虫とかいろんな、アレルギー物質なんかっていうのを吸い込まなくなりましたから、他の病気にはなってないんですよね。だから、まあ、お医者さんとかクリニックとか行ってもね、風邪ひきましたとか、まあ、そういう人はね、ほとんどいないみたいですね。はい。だからいろんな病気が、だいぶその、マスクをすることによって、まあ、軽減されてですね。まあ、副作用、まあ、良い副作用でですね、他の病気は、他の病気にかかる人がほとんどいなくなってしまったということで、コロナ患者を受け入れていない病院っていうのは、まあ、売り上げが下がってると。まあこういうね、思わぬ副作用もあるみたいで、まあいいのか悪いのかっていうことですね。はい。少々お待ちください。はい、すいません。ちょっと今ね、今ジュース飲みましたんでね、喉を潤しました。で今日はですね、何やろうかなっていうことなんですが、まあ、皆さんご存知のように、ビットコインをはじめとした仮想通貨がいよいよ大暴落を始めました。
ちょっと見てみましょうかね。 あと FX で1億円をまあほぼほぼ達成しました。私ですねこれね、まあ、1億円なんて別に大昔から達成してるんですけど、去年8月から始めた、FX ですね、まあ、それでも1億円達成しちゃったよと。この8、9、10、11、12、1、6ヶ月ですね。半年で達成しましたよと。だから福利でいきますから、もう半年で 1年になるんだけど、1年あれば10億はいくよね、やっぱね。あとドル円はトレンド転換したかなって感じですね。はい。まずはビットコインですね。はい、ちょっと用意してなかったんですけれども、さあビットコイン出てこいということですね。はい、ちょっとねパソコンもちょっと立ち上げたばっかりなんで今遅いかなって感じですね。これ SSD 載ってない古いやつなんでね。最近はこの東芝のですね、東芝のパソコンもまあほとんど全部 SSD が載ってるんですよね。安めのやつでもね、まあ10万円以上するやつかな、 SSD が載ってるんで、あのすごい速いですよ。すごいんで、あのまたね東芝のパソコンに戻ろうかなと思ってます。まあ一度ね富士通のパソコンで20万円するやつで SSD 載ってて、あ早いなと思ったんですけど、排気音が結構うるさいんだよね。ファンの音がうるさいんですよ。だから嫌だなと思って、これ東芝のねパソコンはファンの音がすごい静かなんですよね。すっごい静かなんで、すごい気に入ってます。でこれ冷やしベースなんですけど、3日前から陰線、いわゆる赤い線ですね、大暴落してます。で今日は思いっきりドスコイって下がってますよね。ドスコイってね、はい、ここの414万円ぐらいかで思いっきり下がってますね今日はね。これはね、もう下がると思いますね、これ。急に上がりすぎましたからね、こうやってね。上がりすぎですね。上がりすぎたんで下がると思います。まあこれね、移動平均線も何も入れてないので、ちょっとチャート分析の仕様がないっていうか、まあやる気はないんですけど、仮想通貨については、チャート分析してもしょうがないからね、どうなるかわかんないんで、これが3年前の250万までいったやつですね。これですね、250万までいったやつですね。これね、3年前。これが2017年の12月ですよね。で、1月になると、コインチェックがネムを大量流出したということで、コインチェック事件、ネム事件があってですね、ビットコインの価格は思いっきり落ちてきたんですよね。ビットコインとか全ての仮想通貨ね。で、まあ最悪これ40万円切って38万円ぐらいになったんですよね。ビットコインがですよ。はい。だから今いくらかな ?36 万ですよね。36万。あ、360万ね。まあ10分の1ぐらいになっちゃいますね。まあそんなもんですわ。株なんかもそうです。10分の1なんか当たり前です。なんのはね。で、一時これ430万か。まで行ってたんですけど、まあ4だから70万。今70万下がっちゃってますね。70万ぐらい下がってるね。今ね。ここからこうね。結構仮想通貨は足が速いので、まあ登るときもこれ足速かったでしょ。だから下がるときも足早いですからね。あれよあれよっていう間に、まあここ120万とか100万とか、まあ40万とかいっちゃいますから、まあ、僕はまあ一旦49万円まで下がると思いますね。で、また3年間、これうろうろして、まあ、3年か4年後にまた上がるかなというような感じですね。この前も、あそこがビットコイン大量流出しましたよね。ね、なんつったかな、マウントコックスが。まあ、5年か4年ぐらい前ですかね。で、その時はもう結構上がったんですよね。15万ぐらいまで上がったのかな。それが2万になっちゃったんですよね。ビットコイン2万になっちゃったんですよね。
そしてまた 4,5 年かけて、まあ、250万はまだ上がったと。で、まあ、またこうって、まあ 3年というか、まあ1年ぐらいかけて、1年2年かけて38万まで下がって、で今度は430万まで上がったと。そしてまた49万ぐらいまで落ちると思いますね。38万までいかないと思いますけど、49万ぐらいまで落ちて、また今度800万までいくと。まあ、3年後か4年後ぐらいですね。まあ、そんな感じだと思います。まあ、2024年に日本の、紙幣の通貨切り替えが予定されてるんでね、その前には爆上げすると思いますよ。はい、はい財産税がね、適用されてね、ちょっとやばいことになるかもしれないんでね。はい、だからビットコイン以外にもですね、ネムなんかも爆下げしてるんですよね。まあ、ネムはちょっとだけですね。モナーコイン、下がってますね。で、ちょっとコインマーケットキャップをね、見てみようかと思いますよ。はい、まあ、これで全部わかりますからね、コインマーケットキャップでね。そしてまあこれが99、そうですね、98兆円まで落ちてますね。まあ一時105兆円とか110兆円ぐらいいってましたからね、だいぶ落ちましたね。98兆円ぐらいまで落ちているということと、まあ、360万まで落ちましたね。 14% 落ちてますね、24時間で。イーサリアムも 18%、19% ぐらい落ちてますね。これイーサリアムも、まあ、一時9000円まで落ちてますから、まあ、また10分の1ぐらいになっちゃうかもしれないですね。仮想通貨も相場ですからね。で、仮想通貨っていうのは仮想通貨の格言があって、仮想通貨の格言はですね、まあこれ、僕が作った格言ですけど、お、なんかガタガタしてるな。花は1ヶ月なんですよ。1ヶ月間なんですね、仮想通貨の花は。1ヶ月間しか咲かないんですよ。で、またね、下がっちゃうから。仮想通貨の花を、まあ先ほど言ったようにね、3年前に1ヶ月間ぐらい、まあ12月から1月、12月ですよね。2017年の12月1ヶ月間だけ咲いたんですよ。で、1月になるとコインチェック事件で下がっちゃったと。で、またずっと3年とかね、あって、また今ね、バーッつって、まあ仮想通貨咲いてますよね、ビットコインを含めてね。で、これもね、1ヶ月間ぐらいなんですよね。で、また下がりますから。で、その前のマウントゴックスなんかも1ヶ月ぐらいしか咲かないで、また下がって4、5年ありましたから、これ。これ今3年でしょ。これもまあ何年かありますよね、またね。だから、仮想通貨の花は1ヶ月間しか咲かないんですよ。ね、いつも一緒なんですよ。だから、今回も、あ、大丈夫、大丈夫。今ね、押し目で、年末には1000万いくかなと思ったりしてると思いますけど、いかないから。下がっちゃうから、10分の1とか、下手すりゃ20分の1とか、100分の1になっちゃった人も、こう、ものもあるしね、ゴミくずみたくなっちゃったのもあります。で、やっぱりきついですね。体の間28円ですね。きついですね。ビットコインキャッシュ、ライトコインも 21% 下がっちゃってるし、ちょっと、売り時を逃したかなって感じありますね、これ。また3年後ぐらいですかね、2024年に日本の紙幣切り替えがあるんで、まあその時にまた花咲くと思うんですね、1ヶ月間だけね。そうですね、まあまだ値段ついてるんでね、ビットコインは今、そこで売るべきですね。どんどん下がっちゃうからね、あっという間にね。どん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 見る見るうちに下がっちゃいますよ。で、皆さんね、利確も損切りもできないんですよ。誰かが肩、
背中ポーンと押してあげないとできないんです。利確も損切りもできないです。だからこう下がっていくの 見えているだけでしょ。どん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 下がっちゃいますよ。これ押し目だと思ったら大間違いで、まっ逆さまに落ちますからね。だから利確しないと大変なことになりますよ。また10分の1になっちゃいますよ。これ36万とかなっちゃうからね。イーサリアムもこれ9000円とか8000円になっちゃうからね。リップルはまあ上場廃止になるかもしれないよこれね。裁判だからね。だから28円90銭値段がついてる間にこれ売らないと大変なことになりますよ。これ0円になっちゃうからね。はい、体の間も28円、これまだまだ押し目なんじゃないけど、違うかもしれないからね。まああとは3年後ですね、またね。はい、ということで、まあ、一つ目はこの仮想通貨なんとかしないとやばいよってことですね。で、二つ目なんですが、 FX で1億円達成ってことで、まあこれ自分の話なんで、私事でございますが、まあこれ今ドル円なんですが、今日はね、日本は祝日ですけど世界はやってますからね、月曜日なんでね。はい、外国為替市場やってますからね。で、まあ夕方から夕方まあ15時とか16時ぐらいから、ロンドン勢、ロンドンのニューヨーク、ヨーロッパのロンドンのね、ロンドンの、ヘッジファンドが入ってきますから、中値でね、ロンドン中値で爆上げしますからね、これね、30ピップス、40ピップスぐらいね。はい。で、僕はこれ、まあ前から言ってるように104円30銭で、全部利確をセッティングしてます。まあ FX っていうのは、利益を伸ばすことが目的じゃないんですよ。はい。ルールを作ってルールを守ることが、目的ですからね。お金っていうのは結果ですから、目的じゃなくて結果ですから。で、差し値が100円30銭に全部入ってます。ね、入ってるでしょ。で、今104円、まあ20、101、まあ20銭ぐらいとか、あと10銭ぐらいですね。10ピップスぐらいですね。はい、それで今、1000万ですね。今回のクール、まあ、今回の、まあ、クールっていうか、まあ、ポジション。1000万ぐらいいってますんで、で、これ残高が88914795ですよね。で、足し算の、今の評価損益が1080756だから、はい、99,972,2364円ですね。はい、約1億円達成しました。おめでとうございます。イエーイ。まあ、もちろんね、あと10、まあ、あと何、1ピプスか2ピプスで達成するんだけど、まあ、まあ、あと10ピプスで自動利確されますからね、全部ね。はい、1億円達成しました。ということで、まあ他のね FX 系 YouTuber の人がどういう成績残してるのかわかんないですけど、まあ僕もね遅ればせながら、皆様の前で嘘偽りなく僕もね FX YouTuber として、視聴者さんの前でね嘘偽りなくどこでポジションを取ってどこで利確したかすべて公開をしながら、500万円から1億円達成しましたと。で今ね長野研究会ではちょうどね1万円から始めて、今年中に1億円達成すると。まあ結構ね余裕を持って達成する、今プログラムやってます。で今回ねワンクール目スタートしてて、みんなね1万円からまあ8万とか10万とか今行ってますね。僕もさっき見たら7万4000ぐらいまで行ってましたからね、1万円がね。あ、まあ、その元を入れると8万4000ですけどね。で、1万円が8万4000になってます、今ね。はい。ただ、僕より、もっとロット入れてる人は、もう10万とか12万とか15万とか、下手したら20万とかいっちゃってる人もいるしね。まあ、1万円からスタートしてるんで、10万円からスタートしてる人もいるからね、それや、いや、それや、ね、抜け駆けしてやっちゃいけませんから、そういうのね。ずるいですからね。まあそういう人はもちろん100万とか120万とかなってますけどね。10倍ですからね、利益はね。
はい、ということでもしね、まあ、事業資金とか、まあ、老後の資金、老後2000万の資金とか貯めたいとかね、まあいろいろな理由があって、ちょっと多く人財産が必要なんだと、まあ、300万あれば十分なんだっていう人もいるだろうし、まあ、事業資金として5000万必要だとか2000万必要だとか、まあ、今までね、失った株で失ったお金、仮想通貨で失ったお金、2000万欲しいとかね、取り返したい、5000万取り返したいという人は、まだまだね、中野研究会始まったばっかりなので、今年ね。まあ、第2クール目から、1万円スタートしていただければ、まあ、年内にはね、第2クール目からでも1億円達成できるようになってますからね。まあ、毎月1万1000かかりますが、詳しくは動画解説欄見てください。まあ、僕は本当にいいと思いますけどね。はい、で去年も、まあ、8月ぐらいからかな、みんなと本当に手と手、足と足を合わせて一緒にやるようになってね。で、先生が一緒にやってくれるんで、利益が出るようになりましたということでね、かなり去年は長野研究会の人は同じふうに やった人は利益が出てますね。はい、自分流にやっちゃう人はやっぱりダメなんですね。途中で利確しちゃう人とかね、はい、途中で追いポジしたり難品したり両立したりする人はやっぱりポジション狩られちゃいますからね。はい、何と言っても頭では理解してても体ではねついていけないと。まあ、ここら辺をね、なんとか人間性を上達させていただくというのが長野研究会の趣旨でございます。あとドル円トレンド転換かということなんで、まあ、これはまだ先でもないんだけど、まあ、日足で見るとね、もう75移動平均線にあっという間に、いやこれ早かったね。2月終わりぐらいまでかかるかと思ったんだけど、まだ1週間と1日5日、だから6日しか経ってないんですよね。でここついちゃうんですよ。1ヶ月ぐらいかかるかなと思ったんですけど、早すぎるだろうと。上り100日下げ3日じゃないのって言ったら、上り3日の下げ100日じゃねえかよとね、ふざけんなよってことで、まあ嬉しい悲鳴ですけど、ここ、まあ、今日中に着くと思ってます。今日の夕方のね、中根、ね、で、まあ、ここね、10ピップスか20ピップス、あとどのくらいなんだ、これ。20ピップスぐらいですね。20ピップスぐらいなので、まあ、ロンドン中根ではこう着くと思うんですよ。まあ、その後ね、どうなるかですね。まあ、トレンド転換、まあ、こう、ロンドンの中で今日着きます。今日ね、今日着く。で、まあ、そのままこうやってね、いつものように下行くのか、それともここはトレンド転換してて、ぐい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 こうやってね、上の方にぐい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 行くのか、まあ、これは見物なので、まあ、一旦ね、まあ、中野研究会では様子見をするつもりです。75移動平均線についたからといって、じゃあショート入れるっていうこともしなければ、じゃあ一旦利確して今度ロング入れるってこともしなければ、まあ、しばらくちょっと様子を見て1週間ぐらいね、で下なんだなと思ったらまあショート、本当はねショートだったらここで入れたいんだけど、それかまあ両立てするけどね、ロングとショート入れといて、ショート行くんだったらまあS だけロングを切ってね、ショートだけずっと持ってるっていう手はありますよ。で、こっからショートも入ってるから、なかなか切られないからね。で、ロングは途中で切ればいい話だから、ここで両立てするっていうのは一つの手なんですよ。わかんないときはね。うん。で、ポジションが重要で、あ、なんか下行きそうだなと思って、この辺でショートで入ったとしても、やっぱりビヨーンって上行ったときに刈られちゃうから、で、ここで両立てでもいいから、ここで S を入るっていうのは一つの手ですね。本当にそうですね。はい、ということでね、今日は3つのことをやりました。ビットコイン大暴落で49万円になる可能性は非常に大きいです。まあ、もう一回言いますけども、仮想通貨の花は1ヶ月間しか咲かないんですよ。でまた底辺に落ちますから、
あと FX で1億円達成しましたということで、これはまあ、私事でございます。でドル円はトレンド転換ですね。でまあ、今年中にね1億円とか2億円とか、そんなにいらない300万とか500万2000万でいいから欲しいというような人は、まあ、中野研究会今から入っていただければまだ間に合いますからね、入ってください。でドル円はトレンド転換、非常に重要な、ところに差し迫っていますということですね。はい、それでは今日はこれで終わらせていただきます。成人の皆さんおめでとうございます。ぜひね、20歳になったから、ということでね、詐欺師がうようよしてますから、この世の中はほとんど詐欺師だと思ってください。大人、会う人会う人全て詐欺師だと思ってですね、むやみに反抗したりしないように、サインしたりしないように、20歳以上は責任、法律のね責任がありますからね、はい、詐欺師ばっかりなんてね、成人になったよし、じゃあちょっと来てっつってね、変な契約させられちゃいますから、そういうのはね絶対にね、ついていかない、そういう変なおじさんにはついていかないようにしてくださいね。それでは失礼いたします。